いやちょっと結局じゃんね。なん日本マジで結局じゃん。結局だよ。もうこれもエンタメじゃん。そう、もうやっぱ距離感だね。そうだね、サッカーはこれで距離感マジで大事。リバプールが今調子いい理由が日本にも出てるで、ベトナムが強かった理由もそうだよ、前半良かった理由もそこだよね。そう本当に距離感。ちょっと日本これ相当強いぞ。綿だけトミーカオジュンジュンってジュンって言われたらもう大体 FC 的にマン・オブ・ザ・マッチね。モットン的にはどうっすか。あぶなやっぱり南野をあげちゃうかな。あ、南野いいよね。いや南野マジでいいよ。いや今日キレ半端なかった。半端ない南野。しかも今日さ前半なんか南野トップ下孤立してたからね。あ、そうね。そう、細谷張ってるし、南野孤立してダブルボランチだったから南野孤立しててもやってたから、で後半はボランチ削って南野ともう一人守田がインサイドになったから、後半活躍できるのは分かるんよ。その距離感近いから。確かに南野よかったね。南野マジでよかったよ。いやでも俺的には綿なんだけど、ちょっと竹よかったな。やばいね。で堂安も良かったな。いや堂安も良かった。でもインサイドハーフにしてからだね。そうだね、ワンアンカーシステムだからだな。だからあそこでお祭りが開催されるとね、やっぱライン間の距離感が縮まってないと祭れない。中村敬斗も結局ハーフレーンだし、ゴラッソもね、あの角だからね。そう外張ってもいいんだけど、片方のウィングは絞った方がいいと思う。そうだね、両方張っちゃうともうトップ下しんどいもん。ボールの逆サイドのサイドハーフはもう絞っていいからね。だから本当三笘張らしてハーフレーンに守田で久保で堂安絞ってくるとか。あ、それいい。左肩上がり、それいい。左肩上がりで三笘張らしてていいんじゃないかな。そうだね、三笘結局張るじゃん、やっぱ三笘いけちゃうし。そう全然三笘張らして右絞っていいよな。もう両方張っちゃうともうスカスカだから。だからリバプールそうじゃん、ルイス・ディアス絞って、まあサラも絞るけど、まあサラ張ってるときはディアス絞ってサラ張ってるから真ん中ね、両方張っちゃうとちょっともうしんどいからな。そうだね、それみたいな張ってる三笘の堂安ロール、まあ伊藤ロールでもいいよ。中村敬斗はもうそもそもインサイドでもいいよね。もう最初から中に置いちゃう。いやよかったなマジで。面白いなマジで。ベトナム良かったな。そうベトナムが良かったんだよね。ベトナム良かったわ。いや南野でも今日よくやったな本当に。孤立してる中で前半特にね、やっぱあの中でも狭いところで前向く能力マジで半端ないな。マジでそういう。やっぱ久保すごいわ。違うね、別次元だわ。もう余裕だったもんね。ちょっとソシエダでも俺トップ下みたいな。やっぱどっちかは中だと思うな。そうね、ウィング。中村敬斗もやっぱハーフレンだもんな。ベテラン新人さん320円スポーツあります。攻撃陣が豪華すぎて誰を組ませるか悩む時代が来るなんて。そうだね。ああ確かにね。しかもちゃんと全員が武器持ってんのよ。そうなんだよね、どの武器を装備するかっていうね。でもそう考えると俺今日伊東純也ちょっと伊東純也にしては調子悪かったけど、伊東純也ってやっぱ引き出し多いね。外も中もすごいじゃん。やっぱ中村敬斗ってさ、中の時圧倒的で外の時ちょっと良さ消えるじゃん。伊東純也すごいよな。すごい、どっちも担保されてるよね。堂安も良かったな。いやちょっとアジアカップ最高だねこれでさ。だってリバプールとブライトンとかもあるわけでしょ、このアジアカップ中に。間にね、ちょいおもろいって、おもろ白米炊くていやちょっとやばいな。いやイケメン中村敬斗もうやばいな。イケメンすぎる、役者だもんね。肌ツルツルやん。 2.5 次元俳優だもんこれ。テニプリ出てそうだ。確かに、舞台出てるし。いやほんとリバプールっぽいね。そうね、特に後半はね。いやちょっと綿相当いいな本当に。成長した、俺らも成長できるってことで。ああそうだね。そうです。だって29、あ30か。遠藤が一番ちょっとアニメかもね、もしかしたら。なんか中大連からさ、そうだよね、中大連からリバプールで、すげえな。いやちょっと遠藤マジすごいな。やっと兼ね備えてるもん。安い人だもんもう遠藤。やっともできる遠藤だもんね。だから本当長谷部誠と遠藤航足して2で割ってないもん。遠藤と長谷部足して 1.5 で割ってるもんマジで。足して渡る。そう、ね、2で割ってないもんな。確かに長谷部と遠藤を足して、うん、1.8 ぐらいで割ってるもん。確かにちょっとだからポンって出てる。そう出てんのよ、ね、そのやっとさんね、心整えて渡るだもんね。そうそうそう。いや本当にすごいわ遠藤。すごいよマジですごい。でも本当クロップだと思うな。確かに、ね、使い続けてくれたからね。確かに。でしかも結構ね遠藤ダメじゃんみたいな、うん、ああ言われたね。それはねのけて、うん、結局これだからね、うん、いやー面白かったな、ね、これちょっと見れんのでかいな、うん、トルシエすげえわ。トルシエすごいよね、うん、本当に。いやトルシエ相当センスあるよ、うん、本当に。どうなんだろうこれトルシエがデザインしたサッカーなのかな。なんか意外とさ元からポゼッションでさ後から入ってきた監督ちょっと整えるだけみたいな結構あるじゃん。でそれでうまくいくみたいな。そう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 。ああ確かに確かに。ぶっちゃけ今のマンチェスターシティのサッカーさペップいなくなってもさ次の監督がよっぽどくせ者じゃない限り多分そのサッカーをある程度ベースにしてちょっと自分らしさ足すぐらいじゃん。あそうだねっていうパターンもあるからね、うん、よっぽど癖強くない限りは、うん、結構そのまんまあるからね、まあ、しかもねポゼッションなら特にね。そうそうそう、うん、その継続したいもん、うん、あそうフロンターレの風間鬼清本当にそう。ああ風間さんがね、うん、ベース作って、うん、あとはもう守備固めたら完成しますみたいな感じで鬼木さんね。あ本当そういうことだね。ただちょっとあの時のフロンターレ今考えるとやばいもんね、うん、三笘旗手田中碧でしょメンツ半端なくない。谷口とかはそうほぼ日本代表。あ森田いたわ。そうだそう森田もいる。やば田中あるじゃん。田中そうやばいじゃん。家長いるからね。あとあそうね家長普通に代表レベルだからね。家長代表呼んでほしいもんね。家長マジすごいよね。家長のお散歩見たいもん。俺あの時のフロンターレさ俺轟めっちゃ目に行ってたの。やっぱ三笘もすごいんだけど、うん、やっぱ家長すごいなってずっと思ってたもん俺。家長すごいよ。家長相当あれだよ家長ロールだよ。あもう右ウィングのところにいたことない、うん、家長マジ三笘と一緒にワンツーしてるもんだって左で、うん、遊びに行っちゃう。そう三笘と家長ワンツーしてるもん。やば。その分家長浮いてるんだよ。だからあそうねそう家長本当に浮いてしかもフィジれるし、うん、確かに足元あるし、ね、あとワンタッチの感覚あるから家長はマジで俺超好きだもん。はいはいはい。だ家長がロールするから、うん、俺山根めっちゃ目立ってたと思うんだよ。ああなるほどね。山根のスペースめっちゃ空くから山根結構さ点とかアシストとかめっちゃやってた。確かにしてたね。そう家長もう本当にフリーマンやってほしい人だもんね。フリーマン本当にゴリ出るしね、うん、ゴリ出る、うん、いや綿何がすごいのは出るかな、ちょっとこれは。いや綿よかったよね。いやよかったよかった、うん、南野もよかった、うん、みんな何がすごいのできるのみんなよかったな今日。アジアカップまでに連続で動画上がる可能性あるもん。確かにね綿何がすごいの一人一人ね久保何がすごいの南の何がすごい一人一人やる可能性ある。いや俺の MOM ねむずいね。あでも俺はちょっと綿良かったかな。綿と南野も良かったんだけどやっぱその南野の手前の綿あと竹も好きだな、うん、やっぱ久保うまいわ。あとマイクマも良かったけどね、まあ、マイクマよかった。そうマイクママジ違い作ってたからね、うん、サイドバックでなんかマイクマの方がいいのかなって思ってあだけどね尖るよね。うんそう振り切る。そう急に思い切ったポジション取るもんね。そうそれはめっちゃ安定してるよね。いやほんとそうただ本当にさマイクマを大切にしてくれてんの嬉しいよね。あそうね。なんか今までの代表だとさマイクマみたいなさ結構攻めた動きする選手ってさ代表だと使われないじゃん。だから今はさ結構なんつうんだろうトリッキーな人結構使ってくれるよね。そうだねマイクマとか。うんわかるわかる。結構トリッキーな選手をちゃんとポイントでね置いてくれてるもんね。佐野海舟よかったよ。やっぱその隠しきれてないよねポテンシャルを。速さとそうそうそうスピード。あ森田ライン間でもよかったね。あと上田綺世がゼロトップまでとはいかないけどでもだいぶボールサイド流れたり下に落ちてきたりね。細谷ずっと張ってるもんね。そうそうそう最終ラインで駆け引きしまくっててそう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 するとやっぱさせないから選択肢が失っちゃうんだよね。そうもうほんとザ・ワントップみたいなね。もうこの5枚の最終ラインのここの上下でねだからあれカウンター系のチームだったらさ細谷ずっと張ってていいんだけどねちょっと日本なんだかんだやっぱり縦パスとか入れたいチームだからね。やっぱ細谷ね最終ラインで駆け引き系だもんね。裏抜け上田綺世どっちもやるもんね。駆け引きもうまいし下でも作るし南のワントップは俺めっちゃいいと思う。確かに南のワントップした久保見たいけどね。そうね、もう思い切ってゼロでも面白いけど、上田綺世いいけどな。やっぱ何でもできるから、上田綺世マジでいいと思う。今の日本にめっちゃ合ってると思う。純粋なワンにもなれるし、ちょっとしたフォルスナインもやれるっていう。あ、そうだね、お手軽なフォルスナインできるんで、フォルスナインすぎない方が多分森保さんは好きだから。好きかもしれないね。そうそう、ザックジャパンの柿谷ワントップの時あったじゃん。あれとか超ギャグ戦高いんだけど柿谷晴らしてたんだよね。そうしたら普通に大阪の方がいいからね。いや、タケはトップ下だね、絶対。そうね、絶対トップ下。うますぎたね、ちょっと。やっぱワンタッチの感覚あるね。ある。佐野海舟もよく刺したね、あそこ。佐野海舟ちょっとメンタルあるね。あそこ外回しで安定にするよね。しかもリズムもさ、ちょっと一旦止まったじゃん。そう、遅いかなって思ったよね。ああいう時一回外に振ってまた受けるとかわかるけど。わかるわかる。YF さん500円スパチャでございます。日本勝利を見るとダゾーンの解説者はボールが軽い、滑るみたいなことを言ってましたが、そのような印象を受けましたか。いや、受けたよ。いや、今日だって確かにね、みんなボールタッチ変だったよ。足についてない感あるかもね。そう言われてみれば。けどね、そんだとしたらベトナムめっちゃうまいよ。そう、ベトナムクソうまかったから。そうなんだよね。いやでも軽いボール超やりづらいよね。いやほんとふわふわだからね、風船みたいね。で、俺 J リーグ相当ボール軽いか芝超短いと思うよ。J リーグボール伸びすぎだもん。なんかみんななんかね、ボールをなんか伸びないように気使ってみんなパス出してんだよ。で J リーグ見てて思うのはやっぱ、裏のラストパスさ、すぐゴールキックになっちゃうんだよね。なんかすぐ伸びちゃうから。伸びちゃってね。でプレミアボール止まるから J リーグありえないボールのスリップの仕方するもん。なんかバックスピンパス出した時なんかバウンドした瞬間トップスピンに変わるんよね。なんか短いかもね、そう言われてみれば。みんな J リーグのボールの伸び方見てほしい。今日ほんとバレーボールみたいなボールだったよ今日多分。だからそれでもベトナムうまかったけどな。 J リーグ多分芝長くなったらめっちゃレベル上がると思うよ。日本人もっとうまいはずなのに J リーグみんなトラップ跳ねるんだよね。だからいやー終わった。南野もすげえなこれ。これ左足でピタッと止めて、いや綿マジうまいこれ。ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。